旋回されると賞金1万円を差し上げます。お答えいただく方は今日ファックスメールをくださった方の中から抽選で選ばれた幸運な方です。まずは今スタジオから電話をかけます。5回コール以内に電話に出てください。1回出てほしいね。2回、さあまずは電話にぐらいで出て、あれ3回。もしもし、もしもし、あこちゃんです。こんにちは。こんにちは。福井県のラジオネームはるさん。はい、ありが、当たりました。一応権利獲得です、はい、ありがとうございます、ね、なんか福井は今日はお天気がいいんですって。あ、いいです、ね、え、散歩されたそうですね。はい、ありがとうございます。さあはるさん頑張って。それでは、はるさん問題です。はい、今日番組の中で大阪レディーブルースというアッコさんをイメージして作られたのではないかと言われている曲をおかけしました。はい、さてこの曲を作ったのはアコさんとも仲良しで昨日65歳になったあの方なんですが、ズバリ誰でしょうか。1番、うん、桑田佳祐さん、はい、2番所ジョージさん、はい、3番坂崎幸之助さん、はい、4番桑田真澄さん。4択です。さあ今の問題の答えは何番。1番。正解です。おめでとうございます。1万円です。よかったよかった。なさったんですか。はい、聞いてまして、今主人とも電話かかってこないねって言ったところ。そうなんですね。かかってきたんでびっくりしたんです。いやいや、福井だからね。はい、かかってほしいねって地方の人って割とね、メールとかファックスくださるんですけど、意外にかからないんですよ。あ、これせっかくね当選して電話かけた時に意外と繋がらなかったりすることがあって。そうなんですよ。だから良かったです。あ、でも3回ほどチャレンジしたんで嬉しいです。もう ありがとうございます。初めて繋がったんですね。良かったです、はい、ご主人も一緒に聞いてくださったんですか。あの主人今帰ってきて、うん、一緒に聞いてたんで。あ、良かった良かった、ありがとうございます。じゃあ有効にお使いください。はい、ありがとうございます。こんな時期だからね、体気をつけてくださいね。あこさんもお気をつけください。ありがとうございました。はい、どうもおめでとうございます。ということで正解は1番、桑田佳祐さんでした、はい。